はい、本社はこの度エレコム株式会社と防災協定を締結することといたしました。協定締結に際し本日はエレコム株式会社井上社長にもお越しをいただいております。井上社長、本日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。昨今甚大な被害をもたらす自然災害の発生頻度が増加しており、行政には迅速かつ適切な対応が求められています。本市は能登半島地震を受けて防災対策の見直しや備蓄を増やすなど各種対策を進めているところですが、行政が全てをカバーすることは非常に難しく、エレコム株式会社のような協定事業者のお力をお借りしながら市民の安心安全の確保に取り組んでいくことが重要であると考えています。本日協定を締結いたしますエレコム株式会社は、パソコン周辺機器からヘルスケア製品に至るまでお客様のライフスタイルを豊かにする製品を約2万点取り扱っている国内トップクラスのメーカーであり、マウスやキーボード、そしてモバイルバッテリー、充電器などさまざまなデジタル周辺機器の部門でトップシェアを獲得されています。1日に売れている製品数は約14万点と、エレコムユーザーは日々増え続け、まさに時代をリードしている企業です。また防災対策や緊急時の支援活動にも尽力をされていて、2020年の熊本豪雨や能登半島地震において被災自治体へモバイルバッテリーを提供されています。このことから本市も災害時において避難所や防災活動拠点へ通信機器など必要な物資を優先供給していただくべく、防災協定を締結することといたしました。このような災害時の通信機器の提供に係る協定の締結は本市としましては初であり、またエレコム株式会社も自治体とこのような協定を締結するのは初だとお聞きして、初めてだというふうにお聞きしまして、大変嬉しく思っています。提供いただく機器としましては、まずは発災直後の避難所へモバイルバッテリーやモバイルソーラー充電器を想定しています。スマートフォンは今や市民の生活に必要不可欠なものであって、災害時の情報を取得するための重要なツールとなります。災害発生後の大きな課題である電源の確保をよりスムーズに行えるようになるために大変心強く思います。このほか提供いただく機器としましては、タブレット端末などもあります。これを活用して被災家屋の調査や罹災証明の発行などを大人数で素早く実施し、市民生活の早期復旧安定を図ることも想定しています。そのほかにもエレコム株式会社ではヘルスケア事業を、エレコム株式会社のグループ会社ではカメラソリューションにも取り組まれていることから、発災後時間とともに治安の維持が課題となってくる避難所の環境 DX として、防犯カメラを各避難所に配置していただくことで避難所の治安の確保や避難所の健康機器のための健康管理製品や測定機器などを提供いただくなど、多岐にわたる分野で被災者の生活支援にご協力をいただけるものと考えているところです。エレコム株式会社は年間2000点以上の新製品を開発されていることから、将来的にはさらにさまざまな分野でご協力できる可能性があり、大いに期待をしているところです。また今回この防災協定締結のお話をエレコム株式会社にさせていただくにあたり、エレコム株式会社が児童養護施設の建設など防災以外にもさまざまな社会貢献活動をされていることから、本市の児童福祉施設にもご支援をいただけるという大変ありがたいお話もいただきました。この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。この防災協定締結により、横須賀市はさらなる防災対策の強化が進みます。市民の皆様が安心して生活できる環境を整えるために、エレコム株式会社としっかりと連携をして迅速かつ効果的な支援を行ってまいります。また今回の協定のように、今後もさまざまな企業や団体と連携を深め、包括的な防災体制を構築していくことを目指します。これによって横須賀市全体で一丸となって災害に備える体制を作り上げてまいりますので、今後ともよろしくお願いを申し上げます。私からは以上です。続きまして、エレコム株式会社代表取締役社長執行役員岩見浩一様よりご説明いただきます。岩見様、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ただいまご紹介に預かりましたエレコムの岩見です。よろしくお願いします。また本日はお忙しいところ横須賀市様そしてどの防災協定締結式へお集まりいただき誠にありがとうございます。また横須賀市様とこういう形でこの場をセットしていただいた上地市長さん本当にありがとうございます。エレコムは1986年に創業した企業でデジタル関連機器を開発販売しデザイン性の高い製品を市場に提案提供し続けています。創業時よりお客様の声を大切にしながら変化の激しい市場ニーズを捉え素早く製品を提供することで事業の拡大成長を実現しています。今ではデジタル関連のみならずヘルスケア、ゲーミング、アウトドア、理美容、ペット家電、ビジネスソリューション、グローバル市場へのチャレンジなど新たな製品の開発発売と事業分野に参入しグループの成長を加速させています。また当社は国内で最もモバイルバッテリーを販売した会社として10年連続表彰をいただいています。そしてその知見を生かしながら災害時や停電時に役立つようなポータブル電源の活用をさまざまなニーズの場面で提案しています。エレコムグループはパーパス、企業の目的ですね、ベタービーイングを定めました。エレコムグループの存在意義を示すもので羽田創業者が創業以来ずっと当社の根底として歩んできました。より良き製品、サービス、そして会社、より良き社会を追求し続けるという本質的な姿勢をステックスホルダーの皆様や全ての皆様に共有したいと考え制定に至りました。ベタービーイングの企業目的に基づきより良き社会となることを目指し社会貢献活動にも力を入れて取り組んでいます。今年の4月にはそこで育ったことを誇りに思えるような児童養護施設を作りたいと創業者の羽田淳二がの思いからプロジェクトがスタートしたものが、また世界的に著名な建築家である隈研吾さんに設計をいただいて児童養護施設東紀州子どもの園が三重県熊野市に開所しました。当社としても社会や地域の貢献活動の一環として一部寄付をさせていただいております。7月には当社が所有する研修施設レクトーレ葉山湘南国際村を災害時に避難所として活用していただくため葉山町と災害時における施設等の利用に関する協定を締結しました。当社は社会との共生を1986年の創業時から経営の根底と捉えています。当社が所有している研修施設レクトーレ葉山湘南国際村は横須賀市にもまたがっていることからご縁が生まれ地域の一員として当社ができることはないかと相談した結果今回の締結に至りました。昨今はスマートフォンや携帯電話が避難時には欠かせないツールです。そこで当社が強みとしているデジタルデバイスの充電に関する製品のご提供をすることが今できる支援活動として地域に貢献したいと考えています。また監視カメラやヘルスケア関連の製品などを活用し避難所の DX 化、防犯防災における避難所生活の環境改善などお役に立てる提案ができることが多々あると考えております。地域への支援活動と並行し防災に関する実証実験も検討していきたいと考えております。例えば横須賀市は急斜面や高台が多い地域と聞いています。そのため土砂崩れ災害発生時には職員の方々が現地調査されることもあるかと思います。職員の皆様の作業負荷を低減するため遠隔地の映像を事務所と共有できるウェアラブル対応ウェブカメラの活用も想定しています。今回の締結を契機に住民職員の方々と現状と課題についてお話をさせていただきお役に立つソリューションや製品の開発を協力させていただきたいと考えています。当社は今後日本市場のみならずグローバル市場への展開も加速する中で事業拡大を図ります。また近年大きく注目を集めている AI の活用など新たな DX 分野へのチャレンジをし続けることでエレコムグループの継続的な成長と新たな飛躍を目指したいと考えています。本日はお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。皆様の普段のご支援に心より感謝申し上げます。今後とも何卒よろしくお願いします。以上となります。
ありがとうございました。続きまして協定書の締結を行います。協定書は2部ご用意しておりますので、双方に署名をお願いいたします。これにて協定締結となりました。ありがとうございました。2件目の案件は、日本最高峰のパルクール大会、パルクールトップオブジャパン横須賀2024開催についてです。まず、はじめに出席者をご紹介いたします。横須賀市長、上地克明。引き続きよろしくお願いします。東京都体操協会理事、東京都体操協会パルクール委員会委員長、吉田博様。吉田でございます。よろしくお願いいたします。東京都体操協会パルクール委員会顧問、池谷直樹様。どうも池谷です。よろしくお願いいたします。大会テーマソングを作詞作曲されたシンガーソングライター、ソアラさん。ソアラです。よろしくお願いいたします。以上でございます。また、後ほど2名の選手によるパフォーマンスを予定しております。それでは、はじめに大会のプロモーションビデオをご覧いただきます。やったの、僕が世界初で。ワールドファーストがこの会場で生まれてた。決めたー、やばきたー、うわー、とんでもねえ高さですよ。スピードが乗っています。うまい、狙っていけるか。最後タイムはここでしかできない面白い技、見たことないパルクが生まれてくると思うんで。ライズインバッチきたー、新技が炸裂。ありがとうございました。続きまして横須賀市長上地克明にご挨拶申し上げます。はい、引き続きよろしくお願いいたします。今ご覧いただいた昨年度横須賀で開催いただいた記念すべきパルクールの第1回大会は、おかげさまで大盛況で、ぜひとも引き続き開催をとのお声をたくさん頂戴いたしました。こうした中、今年もここアーバンスポーツの街横須賀をパルクールの全国大会の開催地として選んでいただいたこと、大変光栄に、そして嬉しく思います。今回の大会では、世界初の試みとして、スピードラン、フリースタイル、チェイスタグの3種目が同時開催となり、昨年より規模を拡大して開催していただけると伺っていますので、昨年間近で拝見して私自身も大変ワクワクして期待をしているところです。また大会に先駆けて吉田委員長には、皆様により広く、より深くパルクールの本質を知っていただくために、今回初めて小学校への学校訪問や市内の商業施設におけるパルクール体験会およびデモンストレーションの開催にも協力をしていただきました。先日行った日本トップクラスのパルクールアスリートによる小学校訪問では、子どもたちがバランスを取る、走る、跳ねるなどのパルクールの基本動作を見て学ぶことで、競技の迫力や面白さだけではなく、体の使い方や体幹の重要さなどを知ってもらい、きっかけに知ってもらうきっかけになったと聞いています。この小学校訪問を通じて、多様なスポーツの選択肢の一つとしてパルクールに触れてもらうとともに、他のスポーツの基礎にもなるパルクールを知ることで、子どもたちにはさまざまなことにチャレンジをしてほしいと願っています。また予定していた体験会とデモンストレーションは、残念ながら雨により中止となりましたが、前日から当日にかけて実施について想像をはるかに上回る多数のお問い合わせをいただいたと報告を受けており、新たなスポーツへの興味や横須賀市が推進するアーバンスポーツへの理解と関心が深まってきていると思います。大会の詳細は後ほど吉田委員長からご説明をしていただきますが、このような普及も含めたアーバンスポーツの推進は、町の活性化や横須賀のブランドイメージの向上、そして何より子どもたちのスポーツへの興味関心につながるものと確信をしています。今後の展開にも期待をしております。改めまして吉田委員長をはじめとする主催者および関係者の皆様、この度の横須賀での開催、心より感謝を申し上げます。今後も横須賀市は多くの市民の皆様とともに、この素晴らしい文化を育み根付かせていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。私からは以上です。続きまして、東京都体操協会理事、東京都体操協会パルクール委員会委員長、吉田様にご挨拶いただくとともに、
今回の大会についてご説明いただきます。吉田委員長よろしくお願いします。はい、皆さん今日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございました。今ご紹介させていただきました東京都体操協会の、理事、パルクール委員会委員長を務めさせていただいております吉田博史と申します。どうぞよろしくお願いいたします。いよいよ今年2回目、去年もちょうど今頃に記者会見をやって、まあ、10月の下旬に、三笠公園で大会を開催させていただきた、開催したんですけども、いよいよ今年も2年連続ということで、僕が一番、ね、求めているのがやっぱりこの横須賀市にパルクール、もちろん横須賀市自体がアーバンスポーツの街というふうに歌っておりますので、まあ、その中の一つの大きなコンテンツとしてパルクールという人本質をこの横須賀市に根付かせていくということが私の最大の狙いでありまして、やっぱり1年やってはい終わりっていうわけにはいかないので、ぜひ今年もということで横須賀市の皆さん市役所の皆さんにもいろいろとご尽力していただいて、2年連続開催ということにまず至ったという経緯がありまして、本当に感謝しております。私どもは東京都体操協会なんですが、まだまだ皆さんご存知かどうかわからないんですけど、体操種目に加わってはいますが、まだパルクールというコンテンツ自体、全国の都道府県の体操協会に、私ども東京都しかまだパルクール委員会っていうのがないもので、やっぱりそういう、ね、東京都の枠を超えてもう神奈川県横須賀市さんというところが今一番パルクールっていうことにも力を入れていただいておりまして、先ほど市長の方も申しましたけど、今週の月曜日とまさに昨日、横須賀市の小学校、森崎小学校と鶴久保小学校の方に訪問させていただきまして、パルクールの講演会、パルクール教室というのを2時間いただきまして実地してきたんですけども、非常に受けが良くて、まあ、私自身初めてなんですけど、そういう小学校でオフィシャルなそういった会を行うのは初めてなんですが、非常に児童生徒たちの受けが良くて、もうぜひパルクールやりたい、パルクール見に行きたいっていう生徒さんたちがもう ほとんどだったんで、非常にそれを驚きました。あとさっき市長にも言ったんですけども、なんせこの横須賀市の子どもたちが非常にもういいなと、聞く態度もできてるし非常に受けるし、これはもうやっぱ横須賀市ってやっぱりこういう教育の部分も非常に進んでるんだなっていうことで、非常に今感心して、さっき市長にはそういった話もさせていただいたんですが、もうパルクールっていうことにも子どもたちがみんなね知ってるんですよ。パルクール知ってる人って言うと、もうかなりの数の人が知っていて、本当に驚きました。おそらく26日を三笠公園の方に子どもたちがたくさん来てくれると思うんで、まあ、非常に楽しみにしてます。ということで今回、まあ、2回目となる大会なんですが、まあ、簡単にざっくり説明させていただきます。これはまあ私の紹介ですけど、私はもともと体操協会にいたわけではなくて、ずっとスノーボード業界の方でスノーボードの選手、オリンピックに出るような選手を、まあ、今まで8名ほど育てて、まあ、そういった経緯の中でありながら、こういうアクションスポーツ、アーバンスポーツっていうところをもういろいろ発展させようということで、約6年ぐらい前よりパルクールっていうところで、まあ、ぜひ横須賀でというのをもう10年ぐらい前からずっと騒いでいたんですけど、いろいろ実現したというような経緯の人間です。で次なんですけども、まずパルクールも皆さんおそらく今日ここにいらっしゃってる皆さんは、まあ、パルクールってのはどういうものなのかっていうのはもうほとんど理解されてきてると思うんで、まあまあ割愛させていただきますけども、パルクールっていうのはまずアクロバットではないということをもう一度申しておきます。もともとはフランスの軍隊が発祥で、まあ、フランスの軍隊が A 地点から B 地点に移動していく上での、いかに安全に移動するかという、移動するための移動術がもともとのパルクール。パルクールというのはなのでフランス発祥なので、まあ、ル・パルクール、道という意味、自分たちで道を切り開いていきましょうという哲学もあるようなもののコンテンツになってますので、普通のアクロバット競技という形ではないというところがまずは、まあ、非常に重要なところと、あとは安全に行っていくというところがもう最大の要素になっております。はい、そして次お願いします。そしてパルクールに関してはいろいろなスポーツとしてもありますし、いろいろなリハビリっていうのは大体
お年寄り、高齢者の方々に対しての、シニアパルクールという形で、安全に高齢者になっても歩行していただこうというような形 の, トレーニングシステムもありますので、今年から横須賀市さんと一緒にパルクールで予防医学というような形で、そういった形 の, いろいろ取り組みもさせていただいてますので、非常に幅が広く幼児からシニアの方までパルクールっていうのはみんなで練習して体を健康にしていこうというものが本質になっております。で、次なんですが、とはいうものの、やっぱり競技としてはどうなんだっていうところが、私どもの上層部である国際体操連盟が7年ほど前からね、パルクールを体操種目に追加すると、体操種目といえば機械体操、トランポリン、あとは新体操と3つあるんですが、いよいよその4つ目としてパルクールが体操種目としてオリンピック開催というのを目指すというところで、まだ決定はしてないんですが、早ければ4年後のロサンゼルスと。でも実際に今ワールドカップは毎年行われてまして、世界選手権も今年11月に北九州の方で第2回の世界選手権が行われるというところで、競技としても徐々に発展しているものを私どもが今度は横須賀で、から発信していこうという形になっております。はい、で次ですけども、いろいろなメディアにもかなり取り上げられて、なんせパルクールというコンテンツ自体非常にメディア受けがいいもので、見てるだけでも楽しいとかっこいいというようなものがあります。はい、で次なんですけども、で今年 の, 大会なんですが、昨年よりインターネットでライブ中継をずっとしてるんですけども、今年は毎日放送系のガオラさんというスポーツチャンネルと取り組みまして、ガオラさんの YouTube の方でライブ中継を行う予定になっております。はい、次ですが、でそれ以外にもいろいろなメディアさんに来ていただいて、スポーツニュースに出してもらうとか、そういった形のことで、横須賀でパルクールっていうのはどんどん広げていくという、今そういった取り組みをさせていただいてます。はい、そして次ですけども、YouTube でもかなりの人数が見てるという実績がすでにあります。はい、次ですけども、あと今まで私ども東京都体操協会なんですが、ずっと長くこの大会を全国でやってまして、2021年には兵庫県の淡路島で、2022年には、東京都、東京駅の前ですか、大手町で大会を行ったり、そして昨年から横須賀という形で、年に1回、日本一決定戦という規模のかなり大きな規模の大会を開催させていただいて、いよいよそれが横須賀の地に根付いてきたという形になります。はい、で次ですけども、もう今まで、いろんなところでやってきたんですけど、やっぱりこの横須賀の三笠公園が非常にいいので、これからね、これをもう定番化して、1年2年3年と言わずに、もうずっと10年20年もう定番化したような大会であったりイベントっていう作りっていうのをぜひ推進していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そして次ですが、いよいよ今年の大会ってじゃあどうするのっていうところなんですが、今年はですね、先ほどの市長の方からも話がありましたけど、世界初3種目を1日で行うと。で、今パルクールっていろいろな、種目があるんですけど、その中で一番有名なのはスピード競技っていうのとフリースタイル競技っていう2つあるんですが、もう一つチェイスタグといういわばパルクールの追っかけっこ的な鬼ごっこのような1対1でどっちが先に捕まえるかと、どっちが逃げ切れるかというチェイスタグという競技種目もありまして、それも今年は行っていくと。これ今までほとんど日本ではプロの大会というのは開催されたことがないので、初めて見る人が多いと思いますけども、非常に分かりやすい試合形式なので面白いと思いますし、これを3試合同時でやるっていうのは世界でも今まで聞いたことがないので、この横須賀大会が初めてということになりますので、ぜひ、期待していただきたいです。で、今回はスピードラン、女子、6名ですか、で男子が12名で、フリースタイルが、女子8名、男子が14名で、チェイスタグはトーナメント制で男子のみで16名という、もう日本の本当のトップしか呼んでないんで、こういう言い方をここでしていいのかどうかわからないんですが、日本選手権よりも日本選手権に出ていないような強い選手もやってくるので、まさに真の日本一決定戦とも言えると思います。期待してください。
はい、そして次ですけども。で、私がやっぱりこの横須賀になぜこだわってるかっていうのは、もう実はもう十数年前から、この横須賀市っていう場所はいいなと。この横須賀から、まあ、アクションスポーツ、今でいうアーバンスポーツっていうものをもっともっと発信していくことで、まあ、横須賀市の地方創生にもなるんではないかというのを、もう10年以上前から、まあ、あの商工会議所や市の方に提案させていただいて、まあ、いろいろスケートボードだったり BMX だったり、いろんなものっていうことをどんどん やられていったらいいですよって話の中から、もうどん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 発展してきて、でいよいよパルクールっていうところになったんですが、非常にあの横須賀市さん自体そういった若者を取り入れていくっていうコンテンツに非常に前向きで、私もいろいろな県といろいろなお付き合いはしてますけども、やはりこの横須賀市が非常にそういったことに関してあの聞く耳も持っていただいてますし、非常にあのバックアップ体制っていうのができているということで、まあ、実際にこういった大会が実現しているというところが非常に大きくて、まあ、ぜひこの横須賀の地で一つのモデルケースを作って、横須賀から全国にこのようなアクションスポーツ、アーバンスポーツということでもっと若者を活性化していこう、あとはいろんなファミリーをもっと移り住んできてもらおうというようなことっていうのを考えていけたらいいなっていうのがありまして、まあ、いずれは大会だけではなくて、あの横須賀市にパルクールができるパルクール公園、またはパルクールがトレーニングできるパルクールジムっていうようなものっていうのを誘致できたら非常にいいんではないかっていうようなこともあってのこういう大会の開催という形になってます。はい、そして今回なんですけども、じゃあ今回あのいよいよどういった方がゲストに来るのかっていうのは、今日も来ていただいてますが、まずあの私ども東京都体操協会パルクール委員会の顧問である皆さんご存知、池谷直樹さん、池谷、ね、顧問はもう本当にいうもう皆さん一番ご存知で、まあ、そういったねモンスターボックスとかいろいろな活動、あとはサマイロックオーケストラ、まあ、いろいろな活動を していただきながら、まあ、いよいよ私どものこのパルクールという新しいコンテンツに対してもオピニオンリーダーとして、まあ、いろいろと貢献していただきながら手伝っていただいているという形で、今年も池谷直樹さんには顧問には来ていただきます。ありがとうございます。そして今日はあの私の今の横にいる、ソアラさんで、ソアラさんなんですが、ソアラさんはもう最初から第1回大会東京大会よりももう前からいろいろと一緒にあのシンガーソングライターとしてあの活躍してるんですが、パルクールっていう題材でパルクールのテーマ曲っていうのを世界で初めて作詞作曲して歌っていただいてるという形で、今回も当日来ていただいて、ソアラさんの作ったパルクールのテーマ曲グロリアスを歌っていただきます。でゲストとして来ていただきます。そしてもう一人なんですが、小泉幸太郎さんに今回はゲストとして来ていただきます。小泉さんはご存知の通り横須賀出身で、非常にあの横須賀出身としては著名な方で、あの非常に好感度を持っていて、私自身個人的に非常にあの小泉さんにはあの昔から好感度がありましたので、ぜひやっぱり横須賀を盛り上げていくという意味で、小泉さんにパルクールを実際に見ていただいて触れていただいて、小泉さんからもぜひパルクールっていうものを横須賀に広めていけるような形でぜひあのお願いできればということを、非常にあのこうそれをなんかあじゃあもうぜひっていう形で受けていただき、非常にあのやっぱり横須賀市のもっと貢献という形で来ていただくということなので、非常に私自身小泉さんがゲストに来られることを楽しみにしています。ありがとうございます。という形の今回はあのゲスト夫人で臨ませていただきます。はい、そして次なんですが、あのもうやっぱりね、いろいろなあの音楽ライブやいろいろもうすでに横須賀市ではやられているので、まあ、そういったことも含めた、今回、まあ、ソアラさんが歌う、またはあの大会を配信、ライブ配信もする、でその他は来たお客様たちに対してのキッチンカーが出る、でまあいろいろあのいちごさんがやられている、ね、ポートマーケットさんも協力していただいて、ポートマーケットさん の、あのビジョンにもライブ中継で流していただけるというようなこととか、もう町もうこの地域ぐるみで大会をバックアップしていただけるという形にもうすでになってますし、まあ、そこでまたいろいろなアンケートを取ったり、いろいろな形であのもう市民の方々に喜んでいただければと思っております。クーポンを配りますので、あの三笠公園 の、あの、ね、あの三笠の船の中に入るとか、そういったこともあの割引でできるような形で協力させていただいてます。ありがとうございます。はい、そして最後なんですが、今回の選手ですが、まあ、本当に日本のトップ選手が来るんですけど、今日実はあのその中から代表して2名の選手に、ゲストとして来ていただいてます。
まず一人目なんですが、上原貴弘選手、ストラグル所属。上原貴弘選手は沖縄県出身で、現在26歳にちょうどなった、25歳ですか、になったところで、もう非常にもう、繊細な技を繰り出して、まあ、さっきのプロモーションビデオの一番最初に出てきましたけども、タックトリプルフルっていう世界でまだ誰もやったことないっていう逆が足で踏み切って3回転するという技を昨年この横須賀大会で成功させて、世界で初めて成功させて3位に入賞しています。で、今年はもうぜひ優勝という形で意気込んできてまして、今日はぜひこの場で紹介したいなと思ってます。で、もう一人なんですが、大貫海人選手、TOKIO インカラビ所属です。大貫選手はもう以前からやっぱりこのパルクール界でビスターパルクールって言われるぐらい非常に技の難易度が高く、オリジナルトリックでもう魅了するっていう形で有名なんですが、まあ、昨年たまたま最後ちょっと怪我をしてそういった事件もありましたが、今年はもうそれをリベンジすると意気込んでおりますし、実は大貫選手今年国内の大会7試合出ておるんですが、もう全て負けてなくて7試合全勝してます。なので今回8試合目となる横須賀、それ前に日本選手権があるので、まあ、9試合目となる横須賀大会で、まあ、昨年のリベンジを果たしたいということで、今日も皆さんの前で、ぜひという形でゲストとして来ていただいてます。上原選手、大貫選手、この後ちょっとしたパフォーマンスも皆様にご覧させていただきたいと思いますので、ぜひ、期待してください。ありがとうございました。皆さん、手拍子をお願いいたします。素晴らしいパフォーマンスありがとうございました。続きまして、池谷顧問から大会の見どころなどの紹介と選手のお二人に大会に向けての意気込みをいただきます。はい、真ん中入りますね。はい、ただいまご紹介上がりました池谷直樹です。パルクール顧問ということでですね、昨年も、自分が、三笠公園の方に参加させていただきまして、まあ、僕はですね、体操とかその、まあ、体操やってましたけども、一般の方からの代表としてこう見た時にどういうふうな気持ちで見て、でそれを解説してもらったりだとか、そういうふうな役割をしております。まあ、パルクールというものはね、まあ、僕はこう今ね2人の演技を見て宙返りしたりひねったりしてますけども、僕も昔できてたんで驚きはしないんですけども、またね体操とちょっとやっぱり違ってですね、やっぱパルクールっていうのはパルクールのその基本があって、また体操とは違うところからスタートしているので、そういったところはすごいなと思いますし、昨年の、大会も見てますと本当にねよくやるねっていうぐらいね、やります。すごいです。もうね、体操の場合はやっぱりこう今年もオリンピックありましたけども、やっぱりマットがあったりいろんな器具がちゃんとあってやるんですけども、パルクールの場合は本当にね
硬いコンクリートの上で着地したりっていうのはね、本当にね、体操選手からするともうすごいというか、どうやってやってるんだろうっていうのが思うぐらい、体操選手としてもそれぐらいパルクールと体操っていうのは違いがあります。でもですね、いい点は体操、これ、子供の時から始めようとします。で、僕は体育館を建てて、じゃあ、ね、やろうとしたらですね、だいたい体操の体育館建てて、まあ、体育館建てても何億しますけども、体操の器具、例えば床運動のあの床のフロアありますよね、あの皆さんオリンピックで見る、あれ全部買ったら3000万するんですよ、あの床だけで、ね、で体操の器具全部揃えようと思ったらやっぱ何千万というお金が必要なんですけども、これパルクールの場合はですね、そうじゃなくて本当に実際にある公園の遊具だとか、そういったところから練習ができたり、この自然の中で練習ができるんで、そういった意味でも、パルクールっていうものはこう手に取りやすいというか、始めやすいという思いがあるので、ぜひですね、この横須賀の方で、どんどん広めていって、この横須賀にパルクールと言ったら横須賀と言って、こうみんながね、移り住んでくるような街にできたらなと思っておりますので、ぜひ10月26日も楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いいたします。だいぶ息整いました。マイクは1本しか持ってないのね。あ、2本持ってますね。はい。まず意気込みを、じゃあ、今負け中の意気込み、はい、お願いします。紹介預かったんですけど、上原隆弘と申します。前回の横須賀の大会では、先ほど紹介していただいた通り、僕の中でも、初めての技で、結構世界的にも珍しいタックトリプルっていう技をやらせていただいたんですけど、今年もなんか新しい別の技をできるように今練習中なので、その技を成功させて大貫選手に今年は勝って、連勝を止めれるように頑張ろうと思います。よろしくお願いします。大貫君はどうですか？先ほどご紹介に預かりました、パルクールアスリートの大貫海人です。昨年に引き続きまたこのような場所に、呼んでいただき本当にありがとうございます。で、僕はそうですね、去年大会のラン中に失敗して救急車で運ばれてしまったんですけど、まあ、そのもうその説は本当に大変ご迷惑をおかけしました。大鳥でね、申し訳ありませんでした。はい、大鳥で、で今年はそこから奪還できるように、まあ、その怪我があってこそ今の自分だっていうのをね、よりあの横須賀大会で見せれればいいなと思います。今年は日本の大会全部勝ちます。よろしくお願いします。おお、素晴らしい。いや本当にね、昨年ね、あのそういうことがありましたけども、でもまあそういうことも含めてね、やっぱりパルクールってすごいなと思いますので、もう優勝するのね？そうですね、優勝しか見えてないですね。優勝するのね？当たり前です。ああ、なるほど。2人では優勝でいいかもねまあまあね、いろんな今日はやりますけども、あの他にもね、たくさん有力な選手がねいますんで、本当にこの横須賀大会、2人を含めて選手たちが大いに盛り上げてくれると思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、ソアラさんから出場選手に向けた応援メッセージとテーマソングに込めた思いなどコメントをいただきます。シンガーソングライターのソアラと申します。よろしくお願いいたします。いや、まさかソアラさんとこんなところでこんなことをするようになるとは僕は夢にも思わなかったんですが、あのソアラさんとの、実はね、これね、今でこそソアラさんってもう皆さんも調べていただければとんでもないフォロワー数がいて、とんでもないもうミュージシャンになったんですけど、ちょうど3年前の今頃たまたま出会って、で僕がその頃もうパルクールはもう絶対テーマ曲があった方がいいなと、もうこれは選手たちもの、ね、後押しもそうだし、テーマ曲があった方がいいなっていうことで、もう誰かに
パルクールのテーマ曲作ってもらってまだ世界でないんでっていうようなのがたまたま3年前の今頃ソワラさんとひょんなことから出会って、俺私シンガーソングライタープロを目指してるんですっていうので、じゃあパルクールのテーマ曲とか俺作りたいんだよねって言ったら、言った瞬間それ私にやらせてくださいとっていうのが僕今でも初めて会った時にすごく覚えてます。そしたら本当にすごい曲作ってきたんで僕もびっくりしちゃって、でもそこからねソーラさんの高校なんかもストーリーがどんどん始まっていったって感じなんだけども、実際どうなのソーラ、実際このパルクールのテーマ曲グロリアスも含めて。はい、そうですね、吉田院長との出会いのきっかけも本当に些細なことが始まり で、その中でも私はすごく無名だったので、その時はなので吉田院長との出会いもなんかすごく運命的に思えて、こうパルクールというスポーツも吉田院長と出会ってから私は知ったんですけど、なんかみるみる魅力にすごくなんか惹かれていって、初めてこのパルクールっていう競技を見た時にすごくインスピレーションを受けて刺激を受けてこのグロリアスという楽曲が生まれたので、こうなんだろう、個人競技なんですけど、こうライバルでありつつも仲間の応援をしてリスペクトをしていて、なんか励まし合ったりとか喜び合ったりしてる姿にもすごく刺激を受けましたし、なんかそういった部分で私も何か力になれることがないかなと思って、こういうグロリアスという曲を書き下ろさせていただいたので、本番も選手の皆様のお力になれるように私も全力で魂を込めて歌わせていただくので、選手の皆さんを心から応援しております。本番もよろしくお願いいたします。はい、そうありがとうございます。本当に皆さんね、このグロリアスっていう曲は本当これもソアラのこの今のミュージシャン人生を全て変えたっていう、本当にそういう記念の曲なんだよね。そうですね。で、もともと結構アイドル系みたいな感じで行くのかなみたいなのがあったんですけど、まあ、韓国系のね、まあ、でも実際本人はもっとこうロックな、もっとこう人に訴えかけるような歌を歌いたいっていうようなジレンマの時にね、たまたまこのパルクールの話があって、はい、そこからまあいろいろソアラ変わっていったよね。そうですね、こう過去のお世話になってた事務所さんとプロダクションさんには、こう韓国路線に進んだ方がバズるからってい こう私のやりたい音楽よりも売れる路線をすごい進めてきてた時期があって、その時私はすごいやりたい音楽をやりたいんだけど踏み出せない自分もいて、そんな時にパルクールに出会って、私が本当にやりたかった音楽の方向性というかをなんか導いてくださったというか、パルクールをきっかけに私の伝えたいかった音楽っていうものが明らかに なれたというか、そこから私の音楽性というものがはっきりしていって、人に伝える音楽、響かせる音楽っていうものをそこからなんか自分らしく書けるようになったなと思います。いや本当にね、これをだからこの曲はまあ多分一生パルクールのテーマ曲として君臨していくと思うんですけど、まあ、今回も後ろの方にちょっとポスターとかもありますが、まあ、ソワラさんが来て歌うよと、でも彼女が来ることでソワラさんの歌を聴きたくて横須賀市にわざわざ足を運ぶ人もたくさんいると思いますけど、そういったファンの方々に対して何かメッセージありますか？そうですね、やっぱりパルクールは私が無名の時からこう歌わせていただいていた場でもあり、すごく私にとっても大切な場所であるので、そういった場所で私のファンの方が足を運んでくださるっていうのはすごく感慨深いですし、もっとそこで初めてソアラのことを知る方もたくさんいらっしゃると思うので、こうパルクールの良さと、そしてソアラの歌でまたさらにパルクールを盛り上げていこうという気持ちで本番も歌わせていただきます。はい、楽しみにしています。今回はね、ソアラさんは昨年はまあ歌っていただいたっていう形だけだったんですけど、歌っていただき、そしてゲスト席、放送席にも入っていただいて、実際に選手たちの演技を見てもらいながら、ソワラさんからのいろいろなコメントももらいながら、進めていきたいと思いますので、はい、そこもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではソワラさんのグロリアス、パルクールテーマ曲グロリアス、ぜひ、10月26日皆さんも、本番のソワラさんの生でライブなかなか聞けないですよ、ぜひお越しください。それではソワラさんありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。